The most sacred and holiest mirror in Japan is Yata-no-Kagami, one of which is there at Ise Shrine in Japan. What is it? What for is it? Hiroshihayashi, Hamama City, Japan क्लीन प्रेमा कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन जनबल्लवाय स्वाहा ओके इमिवा मंदरा द मीनिंग ऑफ दिस इज मंदरा दिस मंत्रा एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रेमान ह प्रेमान लव लव माय लव ओ यू माय लव हाय लव तो कोरे वा कृष्णाय कामिसा नमः गोविंदाय नमः

कुछ वक्त श्री कृष्णाय नमः नम्हा, नमस्ते नमः नो मीनिंग व नमस्ते जय अपोकरे नमः नमः हाय काम देवाय काम देवाय काम काम वर्क शिको काम अपोकरे हां या सर्वजन प्रियाया मिनस अनो マサロジャンバルラバイマサジャンバルラバイアサモハナリシャ神話の神々はそれぞれの楽器を持っていました例えば アポロは縦ごとを持っていました。アポロの向かって右側、アポロの左手に注意してください。アポロは縦ごとを持っていました。縦ごとですね。つまり縦ごとイコールアポロのシンボルということになります。同じように、プロメテウスの 息子のディオニソスはフルート、つまり笛を持っています。この笛に注意してください。今日の第一のポイントということになります。ディオニソスは笛を持っています。この笛が遠く離れたこの日本の やたの鏡の謎を解く鍵となりました。リオニソースが持っている笛に注意してください。フルートと言われています。そしてリオニソースの別名、つまりローマ名はバッカスでした。ブドウ酒の神と呼ばれています。青い丸で囲んだところに ブドウが表現されている点に注意してください。右もディオニソース、つまりバッカス像です。ブドウがシンボルということになります。もちろんディオニソースの楽器はフルート、つまり笛でした。こうしてディオニソースとバッカスが繋がっていきます。 リオニソースの父親がプロメテウスです。プロメテウスの息子がリオニソースということになります。プロメテウス、別名エア、延期とも言います。人間を改造した罪に問われ、橋に鎖を巻かれ、野に放たれます。そして毎日鳥についばまれるという刑を受けます。このプロメテウスが後の自由の像の ま、基本形となります。自由の像も足に鎖を巻かれている点に注意してください。こうして自由の像とプロメテウスがつながります。つまり自由の像はバッカスをモデルにしてプロメテウスを表現したものであると私、林博史は判断しています。自由の像とバッカスの像がですね、基本的には同じポーズをとっている点に 注意してください。こうして世界の神々はつながっていきます。左がバビロニアで見つかったバウンダリーストーンです。えつまり境界石です。上に黄色い枠で囲ったのがエア、つまり塩基です。そしてその息子がマルズックです。エア、塩基から、そしてその剣意がですね、マルズックに 以上されました。エア・エンキです。下がマルドゥックです。メソプタミアの出身ということになります。こうしてエンキとプロメテウスがつながり、マルドゥックとリオニソース、つまりバッカスとつながっていきます。で、話をさらに進めます。 インドの神々の話をします。インドの神のクリシナです。インドの人たちはクリシアーナと呼んでいます。クリシナです。このクリシナもフルート、つまり横笛を持っている点に注意してください。クリシナは一般にはこのようにフルート、つまり 横笛を持った姿として表現されていますえ。つまりこのようにしてインドの神もですね、楽器を介して古代ギリシャ神話の神々と繋がっているということになります。言い換えますと、クリシナはディオニソース、つまりマルドゥックを表した神であるということになります。横笛、フルートに注意してください。 こうして、インドの神もですね、古代ギリシャ神話の神と繋がるということになります。ここに注意してください。つまり、クリシュナというのは、ディオニソース、イコール、マルドゥックのことであったということになります。ここが今日のポイント。 ということになりますが、その両者の間をつないだのが、伊勢神宮内宮に安置されている、八タの鏡ということになります。八タの鏡イコールインドのゴパラ・ヤントラ説、バイ・林博シ・ということになります。この八タの鏡は、インドのゴパラ・ヤントラと、 偶然とは言えないレベルをはるかに超えて形、そして文字の書き方が一致しています。言い換えると、ゴパラ・ヤントラに書かれている文字の意味がわかれば、ヤタの鏡に何が書いてあるかわかるということになります。中央には、コパラ・ヤントラの方では、クリシュナは 皆の友達と書いてあるそうです。ですから、八タの鏡にも同じような文言が書かれていると、私、林博史は仮説を立てています。が、ここで大切なことは、世界の神々が八タの鏡を介して繋がっているという点です。 リオニソスとクリシナ、そしてヤタの鏡。まさに世界の神々は一つであるということになります。これがヤタの鏡のスケッチ画と言われているものです。右がヤタの鏡です。そして左がゴパラ・ヤントラです。基本的な形は同じという点に注意してください。 そして、文字の書き方にも注意してください。花びらの数も同じです。つまり、このように、告示しているということですね。そして、ゴパラ、ヤントラの方にはですね、中央に、愛を意味する言葉が書かれているそうです。my love という意味だそうです。そして、 クリシナはみんなの友達と書いてあるそうです。で、左のゴパラヤントラとヤタの鏡は同じであると私、林博士は判断しました。いかがでしょうかそして、そのヤタの鏡、ヤタという音はヤントラと繋がっていきます。 ヤントラ・ヤタ・ヤタ・ヤントラということになります。こうして、コパラ、ヤントラと、ヤタの鏡は深くつながっているということです。続くドアの中で、それについて、さらに詳しく説明します。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is again about Yata no Kagami in Ise Shrine, Japan. Yata no Kagami, which is the most sacred disk mirror in Japan, Yata no Kagami has been reserved in Ise Shrine since the beginning days of the Japanese history. I have found one of yantora in India, which bears a very close resemblance with each other, or I can say here that they are the same in shape as well as in its concept with yatano kagami in Ise Shrine, that is Gopara yantora. Then my question is that, what is there written in the middle of the yatano kagami? Here is my answer to this mystery. 日本で最も神聖な鏡、つまり道教と思われますけれども、その鏡というのは八田の鏡ということになります。まさしく日本の歴史はこの鏡とともに始まったと言っても過言ではありません。インドのゴパラヤントラは日本の伊勢神宮にある八田の鏡だった。 ということを昨日証明しました。そのビデオはこの後につなげておきます。そして形、定裁、文字の書き方、位置が、ヤタの鏡と同じゴパラヤントラを見つけました。どう同じかはこれからご覧いただきますが、その前にヤントラと、それから中国や日本に残っている同郷との類似点をご覧いただいています。同郷、つまり鏡はヤントラとは決して無縁ではないということを分かってもらうためです。 となると、ゴパラ・ヤントラを調べれば、ヤタの鏡に何が書いてあるかわかるはずです。つまり、ゴパラ・ヤントラに書いてある意味がわかればですね、それをもとに、ヤタの鏡に何が書いてあるかわかるはずです。で、そのゴパラ・ヤントラを調べてみました。が、写真が不鮮明で、昨日はそれが読めませんでした。で、今日、新しい写真を手に入れました。それには鮮明に文字が書かれていました。調べてみると、ヒンズー語であることがわかりました。 で、行きつけのインドレストランの店員さんにそれを読んでもらいました。店員さんは何の苦労もなく、スラスラとそれを読み、その意味を教えてくれました。つまり、ゴパラヤントラはヒンズー語で書かれていたのです。その意味については、これから皆さんに紹介しますが、その前にサンスクリット語とも比較していました。八タの鏡の文字がサンスクリット語である可能性もあったからです。あるいは古代ヘブライ語説などもあります。 が、どれも似ていますが、私は違うと判断しました。そもそも、八田の鏡と言われているスケッチ画の中の文字が、正確なものかどうかもわかりません。どこか、人大文字のようにも見えます。今まで調べてきた人大文字に似ているのもあります。それについては、ここではペンディングということにしておきますが、杉根のことは言えます。文字を除けば、あとは皆同じということです。 つまり、ゴパラ・ヤントラの中に書かれている文字の意味が分かれば、それと同じことがですね、ヤタの考え身にも書かれていると判断するのは間違っていないと思います。先にも書きましたように、ただし定裁文字の書き方位置が同じということは、そこに書かれている内容も同じということになります。で、その文字を読んで意味を教えてもらいました。今ご覧いただいたいのが、左がですね、ゴパラ・ヤントラです。そしてみんが、 やたの鏡ですね。そのスケッチ画です。まあ、こうしたスケッチ画が残っていたわけですけども、まあ、この中に書かれている文字がですね、まあ、なまあ、何語で書かれているか、またどういう意味なのかはわかっていません。まあ、いろいろな説がありますが、どうもなっていますかまあ、ヘブライ語でもないような気がしますし、また、もちろん、あの、サンスクリット語でもないような気がしますし、さらにヒンズー語でもないような気がしますね。何かしら、まあ、この文字だけが、あの、何かしら、まあ、あの、ラフって言いますかね。 に書かれているに思います。で、そこでですね、あの、先ほど言いました、ゴパラ・ヤントラ、同じに書かれているゴパラ・ヤントラですね、その中に書かれている文字を、まあ、この意味が分かればですね、体裁は同じですから、同じようなことが書かれていると、まあ、えー、ヤダの,の鏡にはですね、同じようなことが書かれていると判断したわけです。まあ、どこかですね、このヒンズごと似ているところもあるんですね、こうして見てみますと。ですから、全く違うということでもないんでしょうけどもね。 あの、ですから、ま、書き写した方がですね、まあ、あの、それほど正確に書き写さなかったのではないかという疑問もありますし、まあ、どこかね、下の方の、左下の方の文字はですね、人代文字にまあ似たようなのがある、似たようなのがあることですね。まあ、ですから、ま、とも言えません。これが、あの、盆字ですね。左から2番目が盆字です。まあ、あの、はい、日本では広く寺などで使われてますね。で、それともまたまた違うんですよね。 で、まあ、ヒンズー語で書かれているということで、まあ、ヒンズー語で読んでみることにするんですけども、まあ、このヒンズー語と比べてみると、まあ、どこか似てるようで、やっぱり似てないと言いますかね。そういった感じがしない、しないでもないということですよね。要するに。で、こうして、部分的に見てみますと、まあ、似てる文字もあるということですよね。まあ、しかし、まあ、左の文字については、これは、あの、インドの方でもね、読めないと思います。えーな、まあ、なってますかね。はい。 で特に中央の文字はあの意味が不明ですよね。でまあ近所のレストランの方に読んでいただきました。どうかご覧ください。ババ okay. 意味はマンダラ。The meaning of this is マンダラ。This mantra。And what the meaning of プレマン。

काम देवाया काम देवाया हम काम काम वर्क सिगो काम कोला या सर्वजन प्रियाया मिन्नसा न लव हुआ जो आपने भाई मां सर्वजन बल्लवाया माया सर्वजन बल्लवाया सम्मोहन では、教えてもらったことをですね、これから皆さんに、えー、紹介します、えー。これがゴパラ・ヤントラです。で、このゴパラ・ヤントラに何が書いてあるかですけども、この中心部に文字がありますけども、この中心部にある文,文字はですね、これは、マンダラだよあ、もしくはこれは表だよということを表す文字であって、えー、特に意味はないそうです。そして周りの花びらにはですね、まあ、皆さんを愛しろとか、心静かにしろとかというような説教の文が書いてあるという。 ことだそうです。こそこに、まあ、人の、中心部の下に並んでるのが、私の愛。そして、ぐるっと、円円を書いて、書いてあるのが、これは、クリシナは、みんなの友達、そのマンダラです、という意味だそうです。まあ、これで、あのー、ゴパラ、マン、ヤントラのね、あの、文字の意味は分かりました。で、これと同じコンセプトで作られた、ヤトの鏡も、同じように書かれている、というふうに解釈するのは、特に間違っていると、私は思いません。他の部分、みんな同じですからね。で、もう一度、この、 ヤタの鏡を見ていただきたいんですけども、この文字はですね、先ほど言いましたように人大文字のようにも見えますし、まあ、ヘブライ語のようにも見えますしね、まあい、いろいろ見えるわけですね。ヒンズー語にも見えますし、えー、っていうりますね。で、このヤントラがですね、日本でヤタになったと。ヤントラ、ヤントラ、ヤタですよね。いわゆる幸福寺のガルーダ像がですね、日本ではカルラ像となっていますね。それと同じように、まあ、国によってですね、変音するわけです。ですから、ヤントラがヤタになったと、まあ、考えられます。 ま、偶然の位置ってことはね、あの、今までの流れからしますと周辺がね、あの、コンセプトは同じように作られてますから、これだけが、ま、偶然っていうふうには逆に言えなくなるわけですね。で、これが、八田の鏡の、ま、のスケッチ画ですね。ま、こうしたスケッチ画が残っていたということですね。そしてこのエンジンを書いて、中心から文字を読むようにして並んでいるっていうところもですね、ま、同じコンセプトで、ま、偶然ではありえない偶然だということになるわけですね。まあ、まあ偶然というふうには、ま、考えられないと思います。そして、ま、周辺の、 文字を取って、そして中心を拡大すると全く同じになるということですよね。まあ、要するにこれで、えー、ゴパラ、ヤントライコール、まあ、ヤタの鏡。すなわち、えー、ゴパラ、ヤントラに書かれている文字と同じコンセプトのものがね、えー、ヤタの鏡に書かれているっていうふうに解釈するのは間違っていないと思います。で、これはあの、昨日のあの、 えー、まあ、あのー、なんて言か、あのー、写真ですけども、まあ、左のよう下のようにね、字が不鮮明でしたけど、今回、今日ですね、まあ、あの、字が鮮明に読めるようになりました。my love と書いてある。まあ、まあ、仏教では慈悲ですよね、えー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 。ということになるわけですね。孔子には仁という言葉を使いましたね。それから、キリスト教ではですね、愛ですね。ミトラキ,ロシトキリスト教では愛というふうに、まあ、という言葉を使いました。みん同じコンセプトだ、同じコンセプトだということですね。 ということで、これで、まあ、リアタの鏡の謎は、まあ、解けたということになり、まあ、解けたというか、に、まあ、私は一歩近あの、謎、謎的に一歩近づいたというふうに考えていますえ。続くビデオ、昨日作ったビデオですけども、どうかよろしかったらご覧ください。それでは皆さん、バイ広志林 We present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a mystery of the most sacred disc mirror in Japan, Yata no Kagami, which has been reserved at Ise Shrine since the beginning days of the Japanese history. What is that? What for is that? What does it mean for mankind? I have found that the Yatano Kagami bears a very close resemblance with Yantra in India. Today's story starts from here and Wikipedia writes about Yantra as follows. Yantra is a Sanskrit word for a mystical diagram, especially diagrams or amulet supposed to possess occult powers in astrological or magical benefit in the tantric traditions of the Indian religions. Traditionally, such symbols are used in Eastern mysticism to balance the mind or focus it on spiritual concept. Please have a find the resemblance of Yata no Kagami or Eight-Pointed Disc Mirror at Issey and Yantra in India. Yantra is インド宗教のタントラ伝統においては、天文的あるいは魔術的なオカルトパワーを持つと言われています。図形もしくは魔除けを意味すると言われています。伝統的にこのようなシンボルは、心のバランスをとったり、精神的な概念を集中させるために、東洋の神秘主義の中で用いられています。そのヤントラとヤタの鏡は大変よく似ています。まずそのことを皆さんに分かっていただきたいと思います。 で、ここでお見せしているのがそのヤントラです。いろいろなバリエーションがあります。が、私、林博士は大きく分けて3つのグループがあることを知りました。長方形が組み合わさったもの。中央にダビデの星を配置したもの。そして周辺の変演部が数学で使う中括弧に似ている独特の形になっているもの。私はこの中で特に3番目の独特の形になっているものに注目しました。 その形が日本の伊勢神宮に秘匿されている八田の鏡に告示しているのを知りました。全く同じのも見つけました。なお、この八田の鏡の八田について、それは長さの単位であると一般には説明されています。えー、親指と中指の間の距離だそうです。が、本当にそうでしょうか八田というのは当て字です。その当て字をもとに、いくら解釈を重ねても意味はありません。 というのも、八タの鏡と同じものが中国でも、そしてこの日本でも発見されています。が、肝心の中国では、八タの鏡とは言っていません。日本でも言っていません。繰り返しますが、八タという漢字はサンスクリット語に当てた当て字です。そのこともこれから説明していきます。で、そのヤントラの中で、日本の八タ,タの鏡に酷似したものを見つけました。ゴパラヤントラと言われる、特によく知られたヤントラです。 文字の配置の仕方も、並び方も、まあ、位置もですね、同じです。で、私は、ヤタの鏡の中に書かれている文字と、ゴパラ・ヤントラの中に書かれている文字が、共通の、つまり同じ意味を持っている言葉でないかと思いました。で、調べてみましたが、ゴパラ・ヤントラの方は、写真の解像度が低く、文字が読めませんでした。サンクスクリット語、もしくはヒンズ語と思われます。 つまり、ヤ田の鏡に書かれている文字も、サンスクリット語もしくはヒンズー語ということになります。古代ヘブライ語という説もありますが、サンスクリット語と古代ヘブライ語は形がよく似ています。それについては保留としておきますが、そこで私は、ゴパラ・ヤントラについて調べてみました。それについての英文も、説明も、英文の説明も手に入りましたので、どうかお読みください。その説明によれば、中心部には、生クリシナ。 ナム・クリシナと書いてあり、その周辺には18音でシード、種という字もまあ書けますけども、種が書いてあるというのです。残念ながら、種の意味は今の段階でわかりませんが、となると、八、え、ぇ、ー、ヤタガの鏡にも同じことが書いてあると判断するのはごく自然なことです。つまり中心にですね、ナマ・クリシナ、もしくはナム・クリシナと書いてあるということですね。ヤタの鏡にはナム・クリシナと書いてある。 という仮説が十分な根拠を持って、ここで立てられることになります。つまり、林博施設です、えー。クリシナというのは、インド神話に登場する英雄で、ヒンズー教における、ビヌ出身の第8の化身、アバターラということになっています。あるいは、インドでは、まあ、クリシナというのはですね、最高神とも言われています。まあ、マオリクという言い方はやめますが、ともかくも、この、えー、ヤタの鏡の中心には、えー、生、 クリシュナ、もしくはクリシュナ、生と書いてあるということですね。現代の中、インドでもですね、挨拶時に生捨てています。その生ですね。まあ、日本語に訳しますと、消えするという意味だそうですけども、そんな難しい意味を考えて挨拶してるわけではありませんけどもね。生という言葉は、生クリシュナと書いてあるということですよね。で、そのヤンタラを音にしたのがマントラです。マントラクリシュナも手に入れましたので、後で皆さんに紹介します。 画面を見ながら説明します。右がヤタの鏡です。そして左がゴパラヤントラです。で、この形がですね、大変よく似てるってことですよね。で、この、まあ、 ダビデの星を取ってみます。そして、まあ、線を分かりやすくして拡大し、そして中心のですね、円形に書かれた文字を拡大しますと、全く同じになるということですね。まあ、コンセプトが全く同じであることに皆さん注意してください。もうこれはもう偶然の位置とはもう言えませんね。で、拡大してみたんですけどもね、これはの、サンスクリット語か、もしくはヒンズー語なんですけどもね、あの、よくわかりません。あの,あの、線で繋いであるところを見ると、ヒンズー語のようにも見えます。 で、これが,が、左がゴパ,ゴパラヤントラですね。右がヤタ,ヤタの鏡です。同じですね。で、この開置の仕方もですね、よく見ると同じなんですね。で、上の部分の文字の数も同じではないのかなと思いますけど、これはペンディングということにしていきます。で、ゴパラヤントラを調べてみました。 で、このゴパラヤントラについての説明文がありました。で、このゴパラヤントラの説明文を、まあ、手がかりにしてですね、ヒントにして、八タの鏡になんてやるかって、なんて書いてあるかいうことを探ってみようと思いました。で、それについて説明した部分がありますので、ここに訳していますので、どうかご覧になってください。 以上が説明文ですけども、では検証しています。もう一度見てますと、右がヤタの鏡です。そして左がゴパラヤントラですね。そしてこの、えー、外のですね、この、先ほど中学校行った部分は、これはハスの花だそうですね。で、これはハスの花であると。それで中心部に、まあ、ここになってますから、三角形が二つ組み合わさって、まあ、 ダビデの星ですよね、まさに。ダビデの星が、まあ、三角形二つて、いわゆる、まあ、ダビデの星が書いてあるということです。そしてですね、この中心部には何て書いてあるかというと、えー、クリシナ・ナマ。 いわゆる、まあ、あの、日本語でもね、あの、ナム、アミダブスって言いますね。あの生です。消えするという意味です。それが書いてあると言いますから、右の、や、え、た、ー、の鏡の中にも、それが書いてあると考えるのは、ごく自然なことのように思います。そしてその周辺ですね、18音で、まあ、種が書いてあるということですけども、いわ,いわゆる学んでますか、まあ教、教、教員が書いてあると言いますかね。そういうことでしょうね。そして一番外側の、その、 先ほど言いました、蓮の葉っぱの中には、神の名前と、両親の名前と、そして、友達の名前が書いてあるということになりますね。そして、音が似てるんですね。ヤントラ、ヤー、ヤータ。ヤントラ、ヤータ。ヤントラ、ヤントラ、ヤントラ、ヤータとなるわけですね。なあち、ik, これは、これは偶然の一致なんでしょうかということですけども、まあ、あの、この流れからすると、もう偶然の一致とは言えませんね。ヤントラを日本では、ヤタと言ったわけです。つまり、あ、当て字だということですね。そして、まあ、似たような同機がですね、中国、日本で見つかっています。 それをこれから紹介しますけれども。えー まあ、あの、これは一応、星雲鏡の中で見つけたんで、星雲鏡としましたけど、これは星雲鏡じゃありませんね。星雲鏡というのは、あの、周りがですね、雲のようになっているわけですね。ポコポコポコとね。あるいは雲じゃなくて、あるいはあの、八角形の、まあ、あの、八の方向に伸びる、まあ、スタあるものがですね、中央に、まあ、描いてあるということになるわけです。まあ、それについてのビデオは、あの、以前発表しましたので、興味のある方は、まあ、そちらをご覧になってください。まあ、こうしてですね、この中国、日本でですね、この、今、まあ、なってますか、あの、ヤタの鏡、あるいは、あゴパラ八タ、やややや アントラとね、同じ形のものが、まあ、見つかっているということですね。そして、これらは、あの、ヤタの鏡とは言っていませんね。まあ、や、あの、ですから、まあ、ヤタというのは、あの、当て字であるということになるわけですね。で、まあ、あの、関係としては、あの、奈良にね、ヤタ寺というのがありますが、あの、そこでは、や、屋根、ね、あの、弓の弓屋の屋と、それから田んぼの縦字を、あの、当てて書いています。で、まあ、こうして書いてあるわけですでも、下の方に西雲鏡というのは、ちょっとここでペンディングにしておきますから、西雲鏡じゃありませんのでね。あの、 ウィアルになってますかねいや、まあ今風に、まあ、てか私が発見した範囲では、うん、いわゆるその、なんて言いますかね、ヤントラ教っていう風に言ったらいいんじゃないでしょうかね。ヤントラ教です、皆さん。まあそのように名前を変えましょう。ね。 私たちの力で、ヤントラ教です。これはまさにヤントラ教ですね。ゴパラヤントラ教です。楽しいですね。ゴパラヤントラ教。その方がまあ言いやすいんじゃないのかなと思いますがね。ごめんなさいね。まあ、要するに、ゴパラヤントラ教いや、いや、ヤントラ教で、ヤントラ教です。まあ、それと、この日本でもね、こういったその展示会っていうのはなされてるんですね。故郷とひな飾り。な飾りとてもロマンチックですね。あー、ひな飾りと故郷。まあ、あまり関係ないと思いますけども、まあ、同じようにこう展示してあるということですね。で、 マントラを皆さんに、マントラ・クリシナをこれから聞いていただきますけども、えー、マントラというのはですね、えー、ヤントラをですね、音声化、あるいは音楽化したものだというふうに、まあ考えるとわかりやすいですね。これはまあ、上に書いてあるのが、まあ今一緒に、マントラ・クリシナ・ナマと書いてあるっていうね、そういうことなんですね。で、マントラというのは、あのやいや、いわゆるまあ、ヤントラをですね、音にして、まあ、あの、したものであると。まあ音楽かもしれませんがね。そして、クリシナ、いわゆるまあ、インドの最高神 ですよね。実質上の最高神です。そして、生。消えするという意味ですね。まあ、日本では、ナム・アミダブスとかね、ナム・妙法蓮華経とかっていうふうに今使ってますね。まあ、ナムです。生。あの、そういうことですね。で、これが、クリシナ神ですね。で、 これ頭にね、フリジア帽をかぶっているところがね、ちょっと、ね、気になりましたので、えー、このビデオはあの改訂版ということにしました。まあ、そこはちょっとペンディングということにしてきます。で、クリシナですね。まあ、フリジア帽をかぶったクリシナということなんでしょうかね。それで、ホリーリ、えー、クリシナ,ナ、生っていうふうに、まあ,あ、読めるわけです。では、マントラ、クリシナを聞いていただきます。えー、途中でですね、非常にき 奇妙な金属音が入っていますけどこれは私が入れたわけじゃなくて元から入っていた音ですどうかお聴きください で、結論ということになります。で、今、皆さんに、えー、ヤントラのね、あ,あの、説明を読んでいただきました。で、これが、まあ、ヤタの鏡ですね。で、もう一度ご確認ください。左下が、ゴパラヤントラです。で、大変よく似てる。そして、中国、日本で、このような動教が見つかっているということですね。 そして、まあ、右のようにですね、ここにはまさにダビデの星が描かれているということですね。そして、まあ、上のマークがですね、イシュタールの文章に似てると言いますか、八つの方向に光が伸びてますからね。と同時に、ダビデの星、あるいはまあ、イスラエル,エラエルで見つかっている、ヘロデ王の門にね、描かれている、いわゆるまあ、ダビデの星と、 が見られる。それと同じものがですね、実は伊勢神宮にあるんですね。これは私が発見したことではありません。まあ、すでに広く知られていることです。まあ、ここのところにですね、ダビデの星が描かれていると言われています。で、上がですね、16問の太陽の文章です。えー、そして下が、まあ、今言いましたように、えー、ダビデの星ですね。マイワルマー。 すべて伊勢神宮に揃ってるってことですよね。わかりやす言えばそういうことなんですね。すなわち、日本が中心であるということです。で、日本から、ペルシアに渡り、そしてそれが一般がですね、インドにも渡ったということになる、なることになりますよね。つまり、この、まあ、日本と、そして世界をつなぐ、この、まあ、け足って言いますかね。あの、 その間にあるのが、この、八田の鏡ということになります。まさに、日本が世界の中心であるという証拠そのものだということになりますね。どうも最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。Bye for now.